ちは、ましろなぎです。夜明け前よりルリ色な2回目実況を始めていきます。翌日ですね、ベッドに上半身を起こしたまま背伸びをする。今日は土曜日で学院もないから二度寝しても何も問題ないが、あ、元気なワンコがお散歩ですか。しょうがないなぁ、と元気な犬の鳴き声に背中を押されるようにベッドから起き出した。Aさんやマイはまだ寝てるのだろう。二人を起こさないようにそっと階段を降りる。ドッグフードの入った大きな紙袋を手にリビングからサンダルを引っ掛けて庭に出る。ちぎれんばかりに尻尾を振り俺にじゃれついてくるイタリアンズ。待て待てってば。3匹それぞれの餌入れにドッグフードをザラザラと流し込む。一応行儀よく待ってはいるが、そのお座りの格好とは裏腹に瞳には期待が満ち溢れ呼吸は荒い。よし、3匹は一斉にドッグフードに顔を埋めた。それぞれの餌がなくなると少し静かになると思ったら、鳥の方を見て不審な動きを見せるイタリアンズ。あれ、気づかれちゃった。夏木か。わこら大人気だ。夏木はモテモテだね。動物は純粋だから、いい人を本能的に嗅ぎ分けるの。言ってろ。でもこんなに朝早く、どうした？嬉しそうな鳴き声が聞こえてきたから、目が覚めちゃった。そっか、悪かったね。別に。ほらほら、わしゃわしゃしゃしゃ。わしゃ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 。夏木が一番大きいカルボの首に腕を回し、首輪の下を描いてあげる。白い子がカルボナーラなんだね。ああ、あんな嬉しそうな顔しやがって。イタリアンズは夏木に遊んでもらうのが大好きで、夏木が来るたびにこのありさまだ。夏木から犬に好かれる匂いでも出てるのかな。こっちから大好きオーダーを出してれば、普通は犬も好きになってくれるよ。そのくらいじゃなきゃ獣医なんて目指さないって。夏木はそう言うが、それだけじゃなくて何か生まれつきの才能があったりするのかもしれない。もしそうなら、夏木が目指している獣医は天職かもな。おはよう。おはよう。おはよう、マイ。ん？寝癖寝癖。夏木が後頭部を撫でるジェスチャーで教える。はぁ？はぁ、ほんとだ。パタパタとキッチンへ向かうマイ。寝癖がどうしたの？マイの後ろから現れた姉さん。しかし、マイとは比べ物にならないくらい、ぴょんぴょんと髪が跳ねている。ほらほら、おいでおいで。カルボが先陣を切って姉さんに甘える。もう、さやかさんが来るとアラビまで甘えん坊になっちゃうんだから。姉さん、パジャマに毛がついちゃうよ。まあまあ。ああ、お姉ちゃんばっかりずるい。戻ってきた前が加わる。しかし、姉さんの寝癖は気になるな。どうしたものか。改めて姉さんの頭を見る。姉さんは朝に弱い。しかし、それも一家を支えるためなんだよな。そう考えると、この寝癖もありがたいもののような気がしてきた。あ、お姉ちゃん、すごい寝癖だよ。
さらりと指摘してしまうまい。本当？さわさわだって。姉さんは真っ赤になって洗面所へかけていった。今日は学院も休みだし、午前中はちょっとのんびりできる。春の暖かい風。平日と違って構ってくれる人が多いから、イタリアンズもお機嫌だ。舞が入れた濃いめの緑茶を飲むと、姉さんはすっかり目が覚めたようだ。いただきます。いただきます。どうぞ、召し上がれ。大体うちで食事をするときは舞が料理をする。姉さんは仕事で遅かったり早かったりするし、俺もバイトに出ていることが多い。そんな中でなんとなく舞が料理担当みたいになって今に至る。お、麻婆豆腐か。朝から？はずれでーす。これはキャベツね。そうでーす。正解は麻婆ロールキャベツでした。うん、意外と合うね。ほんとね。それに私が間に合うように手早く作ってくれたのもすごいわ。でもロールキャベツは冷凍のだし。ありがとう、舞ちゃん。いえいえ。舞が嬉しそうに照れる。その頭を姉さんが撫でた。よしよし。姉さんに褒められほわわんとなる舞。味噌汁を飲み終えると箸を置いて手を合わせた。ごちそうさまです。飛ばしちゃった。ごちそうさま。お粗末さまでした。ふかふかと頭を下げて一礼。じゃあ行ってきますね。行ってらっしゃい。姉さんは現在博物館の館長代理だ。すごい。館長はどこか遠くの偉い人らしく名前を貸しているだけ。つまり姉さんが博物館の実質トップなのだ。俺と舞はそんな姉さんのことをこっそり誇りに思っている。じゃあ片付けよっか。皿流しに運ぶよ。皿洗いを終えた舞は洗濯機を回し始めたようだ。俺は掃除機を引っ張り出してきた。学院が休みなので土曜日は家の中を掃除することが多い。夕方からはサモンのバイト。丸一日休みじゃない分遊びに行くより掃除したくなったりする。今日は洗濯物も乾きそう。ああ、いい天気だね。舞が洗濯物を干し、俺は掃除機をかける。洗濯物に触っちゃダメだからね。ワン。後で遊んであげるから。ワン。はい、じゃああっちで遊んでてね。夏希はイタリアンズにすごく好かれている。姉さんはいつも甘えられている。でも舞は言うことを聞かせるのが一番うまいような気がする。終わったよ。お兄ちゃんは？もう少し。風呂だけ頼める？うん、わかった。庭からサンダルを脱いでリビングに上がり、洗面所へかけていく舞。舞が所属している吹奏楽部は平日の練習を遅くまでやる代わりに土日は休みだ。おかげで土曜日はこうして家事を分担することができる。どう？風呂の掃除を終えた舞がこっちの様子を見に来た。ここで終わり。じゃあ終わったら行こう。はいはい。舞はフルートパートのリーダーになってから土日も自主練習することが多い。きっとパートリーダーとして恥ずかしくないようにと思っているんだろう。俺は掃除機をしまい、ジャケットを羽織って外に出た。カルボの相手をしながら舞が出てくるのを待つ。鍵かけてね。うん、えいっ、オッケー。タタタッと駆け寄ってくる舞。じゃあ行くよ。
フルートケースを持ってあげる。ずいぶんボロボロだね。入部してからずっと使ってるし、先輩たちも代々使ってたから。これから練習に向かうのはいつもの変わらな。今日はあったかいな。ジャケットいらなかったかも。そうだね。あ、帰りに食材買っていこうかな。金持ってきてる？小銭入れだけ。貸してくれる？ああ、いいよ。東三鶴ぎ、ん？三鶴ヶ崎？東三鶴ヶ崎駅から伸びる商店街。その中にトラトリアサモンとうちがある。サモンもうちも日常的な買い物はほとんどこの商店街で済ませていた。お、舞ちゃん、今日は春菊が安いよ。商店街のいろんな店から声がかかる舞。舞もにぱっと笑顔で答えている。ありがとうございます。帰りに寄ります。あら舞ちゃん、今日は早くもカツオが入ったから見てってよ。あ、初カツオですね。帰りに寄ります。舞、まるで主婦みたいだね。お兄ちゃんひどい。近所付き合いは大切だし、家計にも優しいのに。なるほど、確かに。お兄ちゃんも私を見習ってよ。得意げに少し胸を反らす舞。さ、着いたよ。弓張川の河川敷？登下校でも毎日通っているところだ。じゃあ、今日もお願いします。任せとけ。と言っても、実際には座ったり寝っ転がったりしながら、前のフルートを聞くだけだ。前に言わせれば、聞いている人がいるだけで緊張感のある練習ができるそうだけど。ではでは。俺じゃなくてもいいんじゃないかと聞いてみたこともあるが、知らない人に聞かせるのは恥ずかしいそうだ。放課後、学院の中庭で舞が吹いているのと同じ曲。練習用の課題だとか。うちの学院の吹奏楽部が地区大会上位の常連だったりするわけではない。それでも学院の中では真面目に活動している部だと思う。前から聞く限り、結構体育会系的なところもあるみたいだし。春のポカポカした日差し、川も渡る風。その風に乗って流れる、前が奏でるメロディー。お兄ちゃん。寝てたか？うん。そっか、ごめんね。いいよ、いてくれるのに意味があるんだから。じゃなくて、そろそろバイトの時間かなって。時間を確かめると4時半。そうだね、助かった。じゃあ帰ろっか。買い物してくでしょ？うん。じゃあこれ、財布から何枚かお札を渡す。足りる？うん、十分。じゃあバイト頑張ってね。うん、フルートは持っていくよ。あ、助かる。フルートケースを前から受け取る。手入れは？うん、買い物が終わって帰ったらやる。それじゃあ行くね。魚屋の人だかりの中に消えていく前、俺はフルートケースを持って家へと向かった。お？ん？誰かいたよな、今。角を曲がり、うちの方を見る。ん？あれ？こっちに曲がっていたはずなんだけど。わっ！お？よしよし、書いたよ。まあ、いっか。
で食事をとる日。舞が作ってくれたご飯をお姉さんと3人で食べる。今日はホイコーローでーす。ご飯食べてからバイト？うまそうだね。味噌汁よそうわね。じゃ、俺お茶入れるわ。いつもの週末、いつもの朝霧家の食事風景。そしていつものように食べ終わった後。二人ともちょっといい？何？お姉ちゃん。姉さんが少し楽しそうに俺たちの目を見る。二人にお知らせがあります。なんだろう。口調はいつも通りだけど改まった話のような気がする。急な話なんだけど、私たちに家族が増えることになりました。え？家族が増える？家族が増える？どうやって？お姉ちゃん、もしかして子供ができたとか。結婚するの？まさに青天の霹靂。俺と舞を口をパクパクさせた。ええガンとしていた姉さんの顔が一気に赤くなる。違います。誤解ですからね。結婚の話なんてかけらもないし、子供なんて、子供？わたわたと手を振っている姉さん。俺たちを数段上回る混乱ぶりにちょっと冷静になる。ちゃんと説明してください。そうね。深呼吸。俺もこっそり深呼吸する。ですね、明日からなんだけど、うちでホームステイを受け入れることになりました。ホームステイ？はあ。ホームステイというと、あのホームステイ？ええ、多分そのホームステイです。俺は一つ大きなため息をつくと、きっとお姉さんの方を向いた。びっくりしたじゃないか。そういうことなら、ちゃんと最初からそう言ってくれないと。ごめんなさい。シューンとなってしまう姉さん。で、どんな人なの？知り合い、といえば、知り合いなんだけど。男の子？女の子？歳は？どこの人？知ってるかな？月の国。スフィア王国。一瞬何を言われてるかわからない。そりゃまあ、一応知識としては知ってますけど。まさか。月から？ピンポーン。本当なの？うなずく姉さん。すごーい。椅子からぴょんと飛び上がりそうな舞。俺はといえば想像もしてなかった。俺はといえば想像もしていなかった出来事に頭の回転がついていかなかった。そりゃそうだ。スフィア王国といえば、神秘のベールに包まれた国。地球に住んでいる全ての人類にとって、本当に唯一の一国なんだから。お姉ちゃん、性別は？歳は？あのね、驚かないでね。もう何言われても驚かないよ。月の人が来るってだけでもうここ一年分ぐらい驚いた。ホームステイしに来る人って、スフィア王国のお姫様なの。舞、しっかりしろ舞。
をつかみ前後に激しく揺する。今お姉ちゃんが言ったこと私よく聞こえなかった。そうそうそう、実は俺もそうなんだ。姉さん、もう一度言ってくれる？姉さんはニコニコうなずく。うちに明日からホームステイしに来るのは月のスフィア王国のお姫様よ。ってことはうちは召し上げられてしまって俺たちは追い出されるということ？もう一緒に住むって言ってるでしょ。少し頬を膨らませ怒ってみせる姉さん。大変、住んでもらう部屋がないよ。それより舞、口に合うものを作れるのか？ダメ、絶対に無理。ああ、でも料理人とか来るよな、きっと。来るさ、そうだろ？そうだよ、当たり前だよな。お供は一人だけって聞いてるけど。あのね、姉さん、いくら月に留学したことがあるからってそんなありえないこと言って俺たちが信じると思ってる？困りましたね。だってそんな護衛の人だって外交やらなんやらの関係者だってたっぷり来るはずだろ。たった二人で来るなんて。うん。俺と前で姉さんをじっと見つめる。うん。本当なの？ええ、本当よ。本当に？本当に。部屋、片付けないとね。そういう問題か？いや、そういう問題でもあるんだけど。家族にとって大切な問題を姉さん一人で決めちゃうなんて珍しいっていうか。ちょっと納得いかないっていうか、こんないびつな家族だからこそ大事なことはみんなで話し合って決める、そうやってきたはずだ。ホームステイ自体をどうこう言うつもりはないけど、相談されなかったのは少し寂しい。前も無言で同調してくれている。俺の発言のせいだけど少し重い空気。姉さんが軽くうなずいて口を開く。そうね。今回の件を一人だけで受けちゃったことは謝ります。ごめんなさい。お姉ちゃん、いいよ。うん。でも、さっきまで言ってたことは全部本当なの。明日から月のスフィア王国のお姫様がうちにホームステイに来るわ。うちに来ることになるまでにもいろいろあって、あまり相談することもできなかったの。今さら言っても、後付けの言い訳になっちゃうけど。うん、姉さん、もういいよ。ありがとう。なでなで。姉さんはいつもと同じように俺の頭をなでてくれた。なに、俺が姉さんの頭をなでてあげたわけじゃなくてね。なでてもらったのね。さて、どの部屋を使ってもらうことにするの？一階の客間を使おうと思うんだけど。そうだね。母さんが使ってた机くらいは運んでおいた方がいいかな。姉さん、お姫様が来るのって何時くらいなの？日中だとは思うんだけど、詳しい時間まではわからないの。明日は朝から家具を運ばないとね。じゃあ、今日は掃除だけでもしておこうよ。三人で手分けして掃除をする。月のお姫様に埃の溜まった部屋を使ってもらうわけにもいかない。久しく使っていなかった客間の掃除はかなりバタバタと進められた。しかし手を動かしながら俺は、多い時は五人が暮らしていたこの家に久しぶりに人が増える、その事実に少しワクワクしていた。ベッドに入ってからもしばらく眠れなかった。きっとこれまで繰り返してきた変化の少ない日々が変わっていく予感のせいだろう。
寝返りを何度も打つ。ダメだ。寝よう寝ようと思うと余計に焦って目が冴えてくる。こういう時は、散歩するに限る。イタリアンズの散歩をしようかと思ったけど、連中が大喜びすると姉さんや舞を起こしてしまう。しょうがない。一人で夜の街をふらふらするか。昼は汗ばむくらいに暖かいけど、まだこの時期は夜が涼しい。見上げれば月。あの月からうちに人が来るなんて、まだ全然実感が湧かない。一体どんな人なんだろう。お姫様なんて人種には会ったこともないし、映像を見たこともない。姉さんは気負わなくていいって言ってたけど、そもそも何に対して気負えばいいのかもよくわからない。あれこれ考えてるうちに俺は公園まで来ていた。丘の向こうからはかすかに潮の香りもする。この町は地球の月に対する玄関口だけあって、月の大使館があったりもする。え、月人居住区もあるけど、普段は近寄りがたい雰囲気が漂っていた。そもそも月のお姫様なんて生活レベルも違うだろう。うちみたいな庶民と一緒になんて暮らせるのかな。そんなことを考えながら歩いてると、物見の丘の頂上付近まで来ていた。そこから海を眺める。崖の下には海があり、静かにしていると、ここまでかすかに波の音が聞こえてくる。ほとんど明かりもないはずの場所を明るく照らす月。今日は少し白く滲んでいる。38万キロという地球から月までの距離。実際どれくらいのものなのか実感もできない。地球が確か一周4万キロだったから、9周半くらいかな。結局よくわからない。遠いよな。思わず口をついた独り言。すると、ふと周囲が明るくなったような気がした。振り返ろうとしたけど、何か振り返っちゃいけないような気がして足がすくむ。なんだろう。月明かりでできた俺の影が足元から伸びる。波の音が遠くから聞こえる。少し湿った風が頬を撫でる。俺は思い切って振り返った。そこには人が立っていた。非常に間違いな服に身を包んだ。しかし、とても綺麗な人。風が止む。この人は、どこかで。月に対して逆光のため、顔はよく見えない。でも、なぜか、会ったことがある気がした。彼女がかすかに口元を動かした。何か喋ったのかもしれないけど、よく聞こえない。互いに互いの瞳をじっと見つめている。俺が目をそらしちゃいけないような気がして、向こうも同じように視線をそらさず、長い間、ずっと長い間、どれくらいの時間が経ったのかわからなくなってきた。ないでいた空気がふっと二人の間を吹き抜けた。あ、思わず一瞬だけ目を閉じてしまう。再び目を開いたとき、
っと今まで見つめていた女の子がいなくなっていた。今のは？夢や幻を見ていたのでなければまだ近くにいるはずだ。俺はすぐに周囲を見渡したが、人の姿とおぼしきものは見当たらなかった。寝ぼけてたか？わざと少し大きめの声で自問する。その声も海から崖を駆け上がる風にかき消された。